じゃあかんぱいえ何回かんぱいすんだっていいじゃん今日は久々に会ったんだしあなたは彼氏だし別に酔っぱらっててもあなたが解放してくれるから大丈夫ようんこれだけ飲むと明日覚えてるかなえその辺にしておけ ん <laughs> まだ飲むよ別に気分も悪くなってないしね君君飲む何飲むジンライムはーいあマスタージンライムとピーチヒーズお願いしますあありがとうございますねえ本当の久々だよねあなた誘っても忙しいって言うから全然会えなくて。 えすごい忙しかったうーんほんとかなだってメッセージ送っても全然返ってこないじゃんいいよ謝らなくてちょっと寂しかったけどまこうやって会えたんだし嬉しいよ <laughs> あそういえば明日は君は何かあるの 何もない。じゃあまだ遅くまで飲んでも大丈夫だね。え、まだ飲むのかってっっ <laughs> 夜はまだ長いのだ。あマスター、すいません。えへへへ、飲みすぎちゃった。ありがとね、肩貸してくれて。えこんなに酔っぱらうの珍しい。 うーんそうかもなんでかって言うとちょっとでも酔っ払って君を困らせたかったのかも <laughs> 耳真っ赤やねもうダメよ頭回ってないう,ううう,う,うちまで送ってくれるのえっ、ー、悪いよ自分で帰れるって。 んに普段とキャラ違うえ普段ってあたしどんなキャラよクールなお姉さん <laughs> 確かに君より年上だしシャキッとしようとは思ってるけどねまもうこんなだからどうもこうもないね <laughs> ああ着いたあたしの部屋ー <laughs> ベッドにドーンああもう眠れそうえー、もう帰るのえー、まだいてよねえじゃあ泊まっていきなって明日予定ないんでしょでも帰るの分かったじゃあさこっち来て。 <laughs> 捕まえた <laughs> もう逃がさないよダメ抵抗しないでねえそういえば聞きたいんだけどさアスカって誰この前あなたの家に私が泊まりに行った時さその子と仲良く連絡取ってたよね私がいるのに何他の女と連絡取ってるの はサークルの連絡してたサークルの連絡だけであんな嬉しそうにしないでしょ嘘までついてんの何してるわけ私が彼女なんだから私だけは見ないといけないのにあんな女にうつつめかすの許さないよもういい分からせてあげなきゃ じゃあ、まずは手を縛ってあげるね <laughs> なんかうれしそうじゃないそんなことないええ彼女が仰向けの彼氏に馬乗りになってるのにうれしくないのまあい,いや当然家になんか返さないから年上だけど私もう余裕はないしさ あなたのスマホも後で連絡先全部消してあげるね騒がないで次はその口塞いであげる溶 <laughs> けた顔して大丈夫よまだこれからなんだから今まで我慢してたけどあなたが悪いんだからね 私もたまらないからもうあたししか見れないようにしてあげる他の女と仲良くしたらどうなるか分からせてあげるあたしに溺れてもらわないとね <laughs> 楽しみだね いうーんここどこだああ私の家かあれどうやって帰ってきたんだっけてかあれ昨日何話して何してえっと落ち着け落ち着け私彼氏と久々飲んで帰ってきたのかなああ覚えてないや。 ま、無事に帰れてるってことは迷惑もかけてなさそうだしよかったよかったうわっあ,あな何してるの、ま、なんで裸で手足縛られてるのまさか私これしたの嘘、覚えてないえごめんなさいいや謝るのは私でしょ ああ、ごめんな、泣かないで今ほどくから